11月8日今日がお誕生日の皆さんおめでとうございます今日もお仕事終わりに間に合うように動画を撮ってみています皆さん今日もお疲れ様でした朝見る動画と夕方に見る動画どちらがいいんでしょうか そのご意見も聞かせてくださいね。私は今日は少し頑張らなくてはいけないことがあったので書類の整理やお部屋の整理作るものといろいろとゆっくりやっていながらも 少し気持ち的にはバタバタした一日でした。この後もまだ続けてやろうと思っているので <laughs>、応援してくれたら嬉しいです。それでは今日はこの辺で。本当に今日もお疲れ様でした。土曜日からお休みの方はあと一日。 一緒に週末を迎えましょうねそれでは <laughs>